川エリナ卒業トーク。卒業発表は3月26日の埼玉スーパーアリーナで発表してたけど、これは誰に話してた？これはメンバー、うん、メンバーは同期と、うん、ジュリと、うん、アンニンと横山さんとか。あ、じゃあ本当に少なかったんだね、うん、少なかった、全然。そうなんだ、うん、高見菜さんにも自分からは当日のめっちゃ早返しの時に言った。あ、言ってたね。あ高見菜さんかわいそう。かわいそう。早返りね、だから必死なのにさ、曲出なきゃって思ってる時に、ね、言うタイミングがさ、なんか、ね、なんかで言ったの、え、なんかちょっと軽めな感じで、じゃあなんか、あの、うん、最初、なんか横山さんに、いや、でも高見菜さんにやっぱり、いつ言えばいいかな、みたいな。うん、まあ、先輩とうち結構、恥ずかしいから、済ませなくて。で、なんか、着替えてた時に高見菜さんすごいこっち見てきたから。うん、なんか、かわいそう。なんか、あ、なんか、知ってんだなって思って、うん、まあね、着替えだったんだけど、なんか、うん、すいません、高見菜さんの、あの、今日、発表するんで、やったらなんか、大丈夫だよ。偉い、今すごい優しかった、ね、本当に優しい、ね、優しかったです。いや、あとちょっとで出なきゃいけないからみたいな思うよね、早替えだからね。そう、優しかった。優しいね、うん、やっぱさすが、総監督。そうなんだ、じゃあ同期にはだけど、うん、なんか、ね、アーヤがさ、卒業するときに、うんうん、言ってくれなかった。そう、アーヤは誰にも言ってくれなかったんだよね。なんか時期はね、卒業するみたいな、するみたいなことが聞いたけど、当日も知らなくて、私ジュリから聞いて知ったのよ。ジュリがいなかったんだっけ？いなくて、あ、そうか、ジュリが電話でなんか、あ、そうだ、なんかアーヤさん卒業するの知ってますみたいな。で誰ジュリは何なの？で、知らないんだけどみたいなって、え、聞いてないですかみたいな。なんか、え、聞いてないのがなんか、うわ、言ってくんなかったんだって思って、まあね、確かに。だからちょっと同期には、うん、なんか言おうと。なんかさ、今の理由で同期にもって、ちょっとうちらに近いかな。なんかこの二人が言っとこうとかの思いじゃなくて。違う、なんかさ、ちょっと違うんだよ。なんかそれもあるよ。だって同期に、じゃあさ、うちが勝手に言い訳頑張ってんね。してたらさ、めっちゃさ、うん、えってなんない？いや、なるよ。言えよってなるじゃん。なるよ。ってなるなって思って言った。でもなんか、リナは、結構、前々からというか、そう、言ったね。言ってた。でもなんか、ナッツンは、なんか、ちょっとうちのこと舐めてた。なんか、何うちが何回も、なんだよ、それ言い方。ちょっと卒業しようかなって思うんだよね、って言ったら、なんか、絶対いつもそうやって言ってしないじゃん、みたいな感じで。ひどい、何何いつも。ひどいよ、リッちゃん大丈夫だっていつもそうやってしないもん、みたいな感じで。最低。違う、あの、ほんとこれで理由があって、うん、なんか結構、なんか仲良かったから私たち、うんうん、研究生の頃から、まあ、ちょっと嫌なことがあると、ああ、もう卒業したいね、みたいなことを、ね、お互い言っちゃってて、またそういう感じで。また言ってんのか、みたいな感じ。なんかもう私の中でりっちゃんがそういうこと言うと、うん、もっと頑張ろうってりっちゃん自身が燃えて、あ、頑張れるからやめないなって絶対思ってたし、うん、信じたかったの。信じたかったの。そしたら本当に、やめるって言われて、いや、なんか、全然信じなくて、うん。なんか、本当にやめようと思うんだよ、みたいな。いや、嘘でしょみたいな。いや、本当にやめるんだよ、みたいな。言ったら、いや、本当嘘だって、みたいな。いや、いいって、そういうの、みたいな感じになって。いや、本当にやめるから、みたいな。LINE で絶対嘘でしょって言い続けた。いや、絶対大丈夫だって、みたいな。なんか、変な自信を、なんか、なぜかナッツンが持ってて。いや、りっちゃん絶対大丈夫だって。リナの何なの、ナッツキは。りっちゃんは絶対大丈夫だよ。なんかさ、人間ってさ、やめないでって言われると超やめたくなるじゃん。だから、そういうことを言わないで、嘘でしょ、嘘でしょって。え、だってやめないでってめっちゃ言ってきたから。じゃあ言ってること全然違うけど大丈夫。あんま信じたくなくて、そう言っちゃったんだよね。信じられなかった。まあ、そういうのも同期のね、いいところってことで。何でもそれで許されると思ってました。じゃあ、聞きたい。じゃあ、これは、秋元先生には、どう報告して何て言われたの？え、なんか、絶対みんな気になってる。なんて言ったか忘れちゃったけど、なんかすごい長文を送ったのね。なんか私はこう思ってて、これがしたくて、だからやめたいです、みたいな。で、わかりましたってなって。多分それが結構長文、結構な長文だったの。なんか、え、そんな長文、あ、送るみたいに。じゃあ長文送んないもんね。結構長文で送って。本気が伝わったのか。なんかその、もう思ってたこととかも全部言って、で、それで、まあ、秋元先生は、じゃあ、
分かりましたって言って、じゃあ埼玉スーパーアリーナで発表しましょうっていう感じで、へえ、はい、しましたね。なるほど、すごいね、はい今さ、やっぱ感情ないよね。すごいねって言えばいいみたいなとこあるじゃん。このさ、まつなぎみたいなさ。すごいね。この、すごいとこ一個も行かなかったよね、今。だってさ、まず秋元先生と連絡を取る時代、こっちからしたら、やべえ、先発だみたいな。まあ。ちょっとね、同期が、秋元先生と LINE って考えると、ちょっとすごいさ。そこ違くない？今さ、卒業の話じゃん。そうか、そうか、そうか。もう、やめて。はい、じゃあ、すごいね。はい、すいませんね。聞きたいこと。すごいね。